アウグスト二世もつぬいは、ポーランドリトアニア共和国の国王、およびザクセン選定校。ザクセン選定校としては、フリードリヒ・アウグスト一世。驚異的な怪力の持ち主であったことから、狂犬王、ザクセンのヘラクレス、鉄腕王などの衣装で呼ばれ、またその衣装のゆえんを証明するために、すでで定鉄をへし折るのを好んだ。先祖である、ポーランド人のチンバルカ・マゾビエツカも、 また、海力で有名だった。アウグストは、ハプスブルク帝国の同盟者の一人として、金曜毛騎士団の騎士に助任されていた。ザクセン選定校としては、アウグストはおそらく芸術と建築のパトロンとして、記憶されている。彼は、ザクセン選定公国の首都ドレスデンを主要な文化的、中心地に変え、ヨーロッパ中から芸術家や音楽家を宮廷に招聘した。 アウグストはまた優れた芸術作品の収集家でドレスデンとワルシャーに美しいバロック様式の宮殿を建設した。一方で政治家としての力量に関してはポーランドにおいては決して高くは評価されておらずポーランド・リトアニア共和国を大北方戦争に巻き込んだ超本人として非難されている。アウグストの国内改革と王権強化の試みは 結果的に無意味であり、さらにその政策は、共和国に対するロシア帝国の影響力を強めることになったと考えられている。ヤンマテイコによる、肖像が、ベッティンケシ廃棄のポーランドリトアニア共和国の国章1670年、ヨハンゲオルク3世と、デンマーク王フレデリク3世の娘、アンナ・ソフィーとの間の下の息子として、ドレスデンで生まれた。 次男だったアウグストは先帝公の座を継ぐことはできず、1691年9月12日に父が死ぬと、兄ヨハンゲオルク四世が先帝と公と広告を相続した。1693年1月20日、アウグストは、ブランデンブルク・バイロイト編境伯クリスティアン・エルンストの娘クリスティアーネ・エーベル・ハルディーネと結婚し、夫妻には一人息子、フリードリヒ・アウグストが生まれた。 ベネツィアのカーニバルを遊覧した際、兄ヨハンゲオルク4世は、愛称マグダレーネジビレフォンナイトシュツから天然痘を、移された。1694年7月24日、兄が着出死を残さないまま休止したため、アウグストが、フリードリヒ・アウグスト1世として選定校を継いだ。1696年に大トルコ戦争における、 ドナウ川方面の司令官に任命されたが、一向に戦果を挙げられず、翌1697年に、プリンツオイゲンに交代させられた。ポーランド・リトアニア共和国の国王選挙に出る資格を得るため、アウグストはカトリックに改修した。ザクセンの選定校たちは、伝統的に宗教改革の擁護者と呼ばれ、選定公国はドイツにおける福音主義教会の拠点であったため、 アウグストの改修は世間を驚かすものであったが、何ら抗議を受けることはなかった。しかしカトリック教徒となったザクセン選定校は、帝国議会における新教徒派の指導者の地位をブランデンブルクプロイセンに奪われることになり、ザクセン選定校は、ザクセンの宗教的一体性を保障してきたため、アウグストの改修によって、福音主義教会信徒市民の一部が広告を離れることになった。 アウグストの恩意獲得の野心のためにザクセンの国庫から出された莫大な資金がポーランドの貴族や聖職者への賄賂に消え、同時大臣はアウグストの王在の執念をポーランドへの陶器と呼んであざけった。神聖ローマ帝国においてカトリック諸公会議に対抗する新教と諸公会議の議長役はザクセン選定校に決まっており、アウグストはカトリックでありながら、 議長を務めることになった帝国内におけるアウグストの教会政策は正当派、ルター主義だったが、後にはカトリックと絶対主義に変わった。帝国内の新教徒諸公と残り二人の新教徒選定校は、ザクセンが新教と陣営に一貫してい続けるのかどうか不安に感じていた。アウクスブルクの和議により、アウグストは、 理論上はカトリックを広告の体制宗教に設定することが可能であり、少なくともカトリックの親民に完全な宗教的自由を与える権限を持っていたが、これらの権限が行使されることはなかった。ザクセンはその後もルター派両方であり続け、少数のカトリック教徒住民には何の賛成権、市民権も与えられなかった。 1717 17年になると状況をさらに錯綜させるような問題が浮上した。ポーランドとドイツの二国におけるアウグストの王朝的野心を満たすためには彼の後継者はカトリックである必要があるというのである。5年後、アウグストの死士フリードリヒ・アウグストがカトリックに改宗したことが大やけに発表された。ザクセンの人々は憤慨し反発が起きた。 カトリックへの改修が便宜的なものではなく、内実を伴ったものだということが明らかになったためである。アウグストの妻クリスティアーネは、夫の改修には従わず、熱烈なルター派であり続けた。彼女はポーランドでの夫の戴冠式にも参加せず、ドレス伝公外で孤独な生活を送り、その堅タな,な態度には賛否両論があった。 1701年のポーランドリトアニア共和国1696年のヤン三世ソビエスキの死に伴い守備よくカトリックに改修したアウグストはロシアとオーストリアの支援を得て1697年にポーランドリトアニア共和国の国王に選出された国王自由選挙に際しアウグストはユダヤ人銀行家ベレントレーマンに資金調達をさせたアウグストは 選挙時、全国王の息子役プルドビクソビエスキや、フランスの推薦する、コンティコー、フランソ悪ルイなどの他の有力候補に選挙で勝利したと言われるが、これは間違いである。アウグストは大々的な賄賂工作も虚しく、得票数では、コンティコーに及ばなかったが、フランス人候補が共和国に入る前に、ポーランドに急行し、戴冠式を行って、 即位の規制事実を作ってしまったのである。このため一部のポーランド人はアウグストの王位の合法性に疑問を持っていた。アウグストはポーランド王の立場から新生同盟によるタイオスマン帝国戦争を続行した。大トルコ戦争は1697年に前他の戦いの後は平交渉が始められたが、ポーランド軍は1698年にモルダビアへの遠征の直後、 タタールの侵入をピドハイツの戦いで破った。この戦勝は、翌1699年、オスマン帝国にカルロビッツ条約を結ばせることになり、ポーランドはポドレとカミエニエツポドルスキを回復した。アウグストは、野心的な統治者で、ポーランド王位を自分の息子に世襲させることを望み、ザクセン先帝国としての利益のために混乱状態の、 ポーランドリトアニア共和国に命令を下すこともあった。ところが、アウグストによる内政改革構想は、対外的な新領土獲得への期待の前に立ち消えとなった。アウグストは、重廷のデンマーク王フレデリク4世及び、ロシアのツァーリ・ピョートル1世と結んで、年若いスウェーデン王カール12世から領土を奪おうとした。大北方戦争の結果、 ポーランドが獲得すると決められた地域は、スウェーデン領リボニアだった。ところが、カール12世は、有能な軍司令官としての才能を示し、デンマークを早期に戦争から撤退させて、ナルバの戦いで、ロシア軍を追い返すと、アウグストとの単独決戦を始めた。カール12世への戦略は、スウェーデンにもポーランドにも、等しく破滅を招くことになった。カール12世の戦略は、 軍略のそれであり、戦略ではなかった。カール12世はポーランドを制するとその野心が古代化していき、やがてロシアの地への征服を目論むようになる。そのツけを払わされたポーランドは、後にロシアの台頭によって脅威の前面に立たされることとなる。カール12世は1701年7月9日にリガを包囲していたアウグストの軍勢をドビナ川の戦いで破り、 ポーランドザクセン連合軍をリボニアから撤退させると、ポーランドへの侵略を開始した。ポーランドでは連戦連勝を続け、1702年5月14日に共和国の首都ワルシャワを占領し、続いてクリシュフの戦いで再度ポーランドザクセン軍を撃破し、クラックフに入場した。1七百三年の春にも陸軍元帥アダム・ハインリッヒ・ホンシタイナウの率いるザクセン軍に、 フーツクの戦いで勝利し、トルンを包囲して陥落させた。この時期にはアウグストも講和を申し出ようとしていたが、カール12世は、ポーランド王に、もっと自分の言いなりになるものを据えようと考えた。1704年、カール12世は、スタニスワフレシチニスキを、ポーランド王位につけ、王位を否認されたアウグストは、ロシアと共同で、ポーランドに出兵したが、 1706年2月13日のフラウシュタットの戦いで敗北してザクセンにも攻め入られ9月1日アルトランシュテット条約でムリアリスタニスワフにポーランド王位を譲ることを承認させられた一方ロシアではピョートル一世が自軍の改革に成功し1709年のポルタバの戦いでスウェーデン軍をカンプなきまでに叩きのめしたこれは スウェーデン・バルト帝国の没落と、ロシア帝国の覇権獲得の活気となった。アウグスト2世とプロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム1世。アウグストのカトリック改修以後、神聖ローマ帝国におけるプロテスタント両方の名手の地位はザクセンからブランデンブルクプロイセンに移った。弱体化したポーランド・リトアニア共和国は間もなく、 ロシア帝国の保護国として扱われるようになった。1709年、アウグスト2世は、ロシアの援助で、ポーランド王位に復帰して、再び共和国に絶対王政を導入しようとしていたが、タルノグルト連盟をはじめとするポーランド貴族階級の反対にあった。ピョートル1世は、この混乱を朝廷者の役割を演じる後期と捉え、共和国に軍事的威嚇を加えた。 1717 17年、アウグストと貴族階級は無言議会でロシアの国益に合致した内容の朝廷文書にサインさせられた。アウグスト2世の福維持、大北方戦争は継続していた。アウグストは劣勢のスウェーデンから優位を取り戻そうと格索するが、いずれも成功しなかった。しかしアウグストは自らの外交戦術を通じて、 ポーランド・リトアニア共和国の王位を維持させることには成功した。しかし、アウグストの時代にはもはや、ポーランド・リトアニア共和国はヨーロッパにおいて、強国の座を取り戻すはできなかった。共和国はロシアの軍事力によって守られており、その地位も、ピョートル一世の支持あってのものであった。1712年には、ザク戦ン校としてドイツへ申請し、 デンマークと共にガーデブッシュの戦いを行ったが、スウェーデンに敗れた。そして1720年に、ストックホルム条約が結ばれ、大北方戦争は終結したものの、アウグストが得たものは、ポーランドリトアニア共和国の王位の確定のみであった。その共和国領ですらアウグストの支配権は全体に及ぶことはなかった。結局のところ、共和国は大北方戦争で戦勝国側につきながら、 敗戦国のスウェーデンと並んで没落を共にしたのであった。知性を通じてアウグストは複雑な関係であったとはいえ王位を維持するために多かれ少なかれロシアに依存していた。無言議会の閉会後、国王は領土的な野心を放棄し共和国の再建、強化に力を注ぐことを決めた。しかし国内外からの圧力に屈し、ほとんど成果はなかった。アウグストは プロイセン王、フリードリヒビルヘルム一世によるバルト海、沿岸南東部への野心や、ピョートル一世の中東王における派遣を有するために、メクレンブルクに海軍基地を建設することを求めていたことなどに、対して憂慮をしていた。1719年にアウグストは、イギリス王ジョージ一世や神聖ローマ皇帝カール六世と、共に、 ロシア国境を戦前の状態に押し戻すべく相互援助条約を締結したが、ストックホルム条約の成立や1721年にスウェーデンとロシアがニスタット条約を締結したために相互援助条約は無駄となった。1733年、ワルシャーで死去。自らの家計をポーランドの世襲王家にすることには失敗したが、息子のザクセン戦抵抗。 フリードリヒ・アウグスト2世がアウグスト3世として次のポーランド王に選出された。ただし、この王位継承はポーランド継承戦争においてロシア軍の支援のおかげで実現したものだった。アウグスト2世は熊のような怪力と無数の子供たちを設けた勢力絶輪ぶりから狂犬王と呼ばれた。国王の諸子の中で最も有名なのは優秀な軍事学者で、 フランスの陸軍元帥にまで登り詰めたモーリスド・サックスである。モーリスはポーランド継承戦争の時期も雇い主かつスタニスはフレシチニスキの娘婿であり、この戦争ではイボアニ・アウグスト3世に敵対したフランスを売る15世に忠誠を誓い続けた。モーリスはまた、フランスに歴史上6人しか存在しないフランス大元帥の一人である。また、アウグスト2世は、 ポーランド人作曲家、フレデリック・ショパンの長年にわたるパートナーだった、フランスの小説家ジョルジュ・サンドの高祖父でもある。アウグスト2世の身長は176センチで、当時としては平均を上回っていたものの、伝説的な怪力の持ち主の割にはさほど上勢がない。晩年には糖尿病に悩まされてすっかり肥満し、死亡時の体重は110キロだった。 アウグスト2世の遺体はポーランドに埋葬されたが、心臓は抜き取られて、ドレスデンのカトリック、城内教会に安置された。ワルシャワには、アウグスト2世の建設したザクセン公園があり、アウグストは、公園の建設を通じて、市内の公共の場所を広げたことを高く評価されている。ドレスデンのアウグスト2世騎馬像ドレスデンの壁画に、描かれた、アウグスト2世と息子のアウグスト3世、 アウグスト2世は芸術や建築を深く愛した。彼は地世中ドレスデンを中心に多くの宮殿を建設し、それらは数世紀にわたって文化的、芸術的な輝きを放ち続けていた。1687年から1689年にかけ、アウグストはフランスとイタリアを旅行した。特に豪舎とランピのゴンゲであるベルサイユの宮廷は、 完璧なまでに絶対主義の演出装置としての役割を備えており、アウグストに強い感銘を与えた。けばけばしい豪華な宮殿は、絶対主義の最も重要なシンボルだった。こうした宮殿は公けに、君主の権力を資格化して賛美し、君主による統治に正当性を付与したからである。宮廷は開かれた舞台であり、独立的な貴族階級をもてなしつつ、 最終的には彼らを帝身として従属させるための道具として絶対的権力を欲する君主を支えた。アウグストの知性はバロック期の精神文化が支配した時代に完全に合致していた。アウグストは二国家の君主の称号を持ち、当時の絶対君主たちと同様、富を投げ打って自らの宮殿を輝かしく見せるために心血を注いだ。一方、アウグストは 建築的、文化的景観を整備する事業も開始した。厳密な啓発的規制、都市建築プラン、そして何より芸術に対する情熱によって、アウグスト2世はドレスデンをドイツで最も美しい美術コレクションを備えたバロック建築軍に変えた。アウグスト2世は知性のほとんどをドレスデンで過ごした。お祭り騒ぎが好きな国王はどんな理由でもパーティーを、 開く口実にした。彼の贅沢な宮廷舞踏会は、ベネツィアスタイルで、ゲームや庭園での祝祭が数多く開かれた。こうしたパーティーの様子はしばしば、ザクセンやポーランドの宮廷人によって記録され、ヨーロッパ中の評判となっていた。現在のマイセンのトレードマーク。二つの剣が交差するデザインは、アウグスト二世の命令によるデザインである。アウグスト二世が、 ドレスデンヤマイセンで作らせた白磁を発見した、きっかけは、白金の秘密を発見しようと考えたことであった。1701年、国王は、ヨハン・フリードリッヒ・ベトガーという若い錬金術師を、助けた。ベトガーは金を作ることができると嘘吹いて、これに期待を抱いたプロイセン王フリードリッヒ一世に、追われていた。アウグスト二世は金を生産する秘密を明らかに、するため、 錬金術師を投獄した。ベトガーが不可能な国王の要求をうまくかわすため、錬金術師から投稿に業種を変えることになった。投稿というよりは錬金術師として、ベトガーは白字の秘密を発見した。彼は当時試みられていた白い卵の殻のようなキメの細かい白い物質を混ぜたものを粘土に練り込む製法を使わず、 それまでヨーロッパの炉で焼かれていたよりもっと高い温度で粘土を焼いた。泥の成分を溶かし、新しい物質へと変化させたのである。この製法は、以後100年間、ヨーロッパの他地域では知られることのない大発見となった。このことは、ドレスデンがヨーロッパにおける技術と芸術の中心地の一つとして発展する契機となった。アウグスト二世の妻クリスティーネは経験な。 プロテスタントとして、夫に従って、カトリックに改収するのを拒み、夫と一緒に、ポーランドに行くこともなく、エルベ川沿いのプレッツ首相で孤独な生涯を送った。アウグストは、ナウテの女たらしで、妻の不在を寂しく思うことは一度もなく、その時々に長愛を受ける愛人たちと過ごしていた。ブランデンブルクバイロイト辺境白夫人ビルヘルミーネ、など、同時代人たちの証言によれば、 アウグストは365人から382人ほどの子供の父親だった。アウグストが認知した諸子はわずか8人だけだった。アウグスト2世はポーランド王室の財宝を着服してドレスデンに持ち込んだ。以下の美術品はその代表的なものである。ありがとうございます。